茶色さなぎ貝、学名、プッポラマスコラムは、さなぎ貝科に分類される数メリンの茶色っぽい、打球形をした、陸産貝類の一種。本種は、さなぎ貝属プッポラフレミング、1828のタイプ種で、さなぎ貝属は、さなぎ貝科のタイプ属である。したがって、本種の特徴がこれらの属とトガの特徴の基準となる。北半球の広い範囲に分布し、 サナギ外族では最も広く分布し、かつ最も普通に見られる種とされる。これらの範囲は20から30種からなる、サナギ外族プッポラ全体の分布域をほぼカバーしているとされる。殻口の歯が内唇に1個のみ出た、冷角口 2.98mm から 4.06mm、殻幅1.65から 1.74mm、 ラ総数は5.5から7.0層。空色は、赤滑色角灰色。全体に、両端の丸い円筒形もしくは長乱形で、拡張は丸みを帯びつつ、鈍く尖る。角表は、最初の1.75層はほとんど平滑で、以後は、細かい成長線があるが顕著な彫刻はない。角質は薄くはなく、石灰分の多い環境では、より厚くなり、それが少ない環境では、 より薄くなって透明感のあるものも出現する。原則として右巻きだが、北米では一定の割合で左巻きが出現する個体群があり、それにはプッポラマスコラムセニーストラフランゼン1946という足名が付けられている。サナギ外科は陸生有害類であるため蓋はないが、しばしば空港内に市場突起を持つ。本の場合、 市場突起は0個4個の範囲で変化し、完全に出る場合は、内唇に1個、外心内側に2個、軸唇1個の計4個となる。しかし実際に4個のすべてを持つ個体は非常に稀で、欧州産では内唇に1個のみか、それに加えて外心内側に1から2個出るのが一般的である。北米では市場突起が全くないのが普通で、 最多でも内唇に1個、外心に1個、軸刃の計3個までで、かつ軸刃まで出るのは、西部の産地帯のもの限られる。なお、輪廻の元気祭には、空口には、歯がないと記されている。角公園は狭く反り返って、リップを形成し、その背後には弱い、くくれを挟んで角公園に並行したクレストと呼ばれる、白っぽいリング状の飛行部を持つ。ただし、 北米産では、欧州産ほど、リップもクレストも発達。へそ口は狭い裂け目状。幼がいでは、各口内に、市場突起はなく、各口園も単純である。軟体は殻に比べると小さく、捕服する時の腹側の全長は体かの半分程度。背面が黒っぽく、足の周辺はやや単色。表面の溝やシワ状彫刻は、あまり顕著ではない。 一体の大触覚はよく発達し先端に大きめの目があり、下方にある小触覚も小さいが明瞭に存在する。生殖器、陰形は生殖口のやや上部で、長い付属子が分岐している。この付属子は、基部が太く、元型1、3付近で段差を生じて急に細くなった後、再び先方に向かって、太くなり先端は丸みを帯びて終わる。 この段差部分にはにさした有性牽引筋の一子が付着する。陰形は付属子分岐部のさらに髪型でも別の短い毛管を分岐させ、そこから優性管に向かう途中に陰形牽引筋が付着している。これはにさした有性牽引筋のもう一方の一子である。その後陰形は生殖後期部に向かい、やがて細まって優性管に移行した後は姿勢部に沿って走り、 両性ゆ管になる。秩序部からは長い交尾脳が分岐し、その先端地下で毛管が分岐ているために作上となる。この毛管は交尾脳よりも長いこともある。低地から山地まで生息し、アルプス山脈では標高2400メートル、ブルガリアでは標高1200メートルまで見られる。乾燥した牧草地や砂地、開放的で陽光のあたる環境や、 石灰室の土地に多く、落ち葉草やリーター草中、苔の間、石の下などに生息する。ブリテン島では羊がはんだ石灰室の草地などに多い。私有土体、卵体制で体内に1から8個の腹貝を持っているものが周年観察される。ポーランドでは3月から10月まで活動し、6月から8月が3子の最盛期となる。している個体は、 交尾をしない。足は殻に比べて小さいが、殻は引きずることなく後方に持ち上げて活動する。本種の中には隠蔽種が含まれている可能性もあり、将来は複数の種に分けられるかもしれない。殻口の葉の数や強さ、殻の大きさや厚さ、その他に変異があり、各地のものに複数の変種名や種名が付けられてきたが、 それらの多くは後に茶色さなぎ害の単なる変異型とみなされて異名とされた。しかしそのうちの一つ、プッポラプラテンシスは、詳細な形態比較やミトコンドリア DNA を用いた分子系統解析から茶色さなぎ害とは独立した別種であることが明らかにされた。その結果、従来茶色さなぎ害として報告されているもののうち、 湿度の高い環境に生息するやや大型のものはピプラテンシスである可能性があるとされるが長く混同されてきたために正確な分布範囲はまだ十分にわかっていない。他にも北米の茶色さなぎ替では空口に葉のないものが圧倒的に多いことなど欧州産とは異なる傾向もあり分子を用いた再比較が望まれるとともに中央の 第4期から多く報告されている、化石野種、プッポラマスコラムデンジジロタラザック、1954なども詳細な形態比較の必要性が指摘されている。その他のプッポラ族の種にも茶色さな着替えによく似た種類が多く、それらとの系統関係も十分には明らかになっていない。ありがとうございます。